かっちゃんの救出に成功した僕たち。そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。レディークラッシュ。腰抜け。はい、突進。どいて。飛ばすぞ。そら。なんだこれ。位置だけが間に合わんぞ。真上に。何もかもぶっ壊す。砕けす。もし真上に野村くん、終わりたくないです。間に合わんか。はい、真上に。はい、くるっ、どいてもらう。覚悟しろ。たく目障りだ。ずらどいてもらう。するか。そらするか。どいてもらうか。間に合わんぞ。ねえ、うっとうしい。ボロッグラス。チキショーガー。どいてもらう。譲るか。どいてもらう。譲るか。募集特進覚悟しろ。ほいやー。譲るか。特進ずらー。KO。時代は熱々よ。エクセレント。やられたな。一手で綺麗に形勢逆転だ。強制発動。さあ行くんだ、トムラ。待て、ダメだ先生。トムラ、君は戦い続けろ。僕はただトムラを助けに来ただけだが、戦うというのなら受けて立つよ。何せ僕はお前が憎い。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回り、お前は平和の象徴と歌われた。僕らの犠牲の上に立つその景色、さぞやいい眺めだろう。デトロイトをスマッシュ。心置きなく戦わせないよ。ヒーローは多いよな、守るべきものが。黙れ。貴様はそうやって人をもてあそぶ。壊し、奪い、付け入り支配する。日々暮らす方々を理不尽があざけり笑う。私はそれが許せない。年のり活動限界が。嫌に感情的じゃないか、オールマイト。同じようなセリフを前にも聞いたな。ワン・フォー・オール先代継承者志村ナナから。誇れ年のり。花から持ってるやつとじゃ本質が違う。お前は力を勝ち取ったんだ。理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女だった。ワン・フォー・オールの生みの親として恥ずかしくなったよ。実にみっともない死に様だった。どこから話そうか。イナフ。トムラがせっせと崩してきたヒーローへの信頼、決定打を僕が打ってしまって良いものか。でもね、オールマイト、君が僕を憎むように、僕も君が憎いんだぜ。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。だから君には
可能な限り無ごたらしい死を迎えてほしいんだ。レディークラッシュ、計算しよう。6年前とお前から落ち着け。そうやって言ってきた。うわどうもみんな、お前のダメだと奴の言葉を交わすな。はい、まだ動けるな。限界超えろ。超連覇だぞ。はい、かけるのはいいか。ダメ、スマッシュ。ケガチ、何力を込めて。やるね。かけるのはいいか。やるね。悪のはいい。守る者のために。はぁ、あ、しまった。やるね。しまった。みんな KO。 いくい。ウィーソー、貴様の未来は私が砕く。アメージング。まったく、なかなかやってくれるじゃないか。でけえの来るぞ。避けて反撃を。避けていいのか。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我をして持ち続けたその矜持、惨めな姿を世間にさらせ。平和の象徴。何か、皆さん見えますでしょうか。オールマイトがしぼんでしまっています。え、なんだあの骸骨。そんな秘密。王はコケ、目はくぼみ、貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それが本当の君なんだろう。体が朽ち、衰えようと姿を晒されようと、私の心は依然平和の象徴。ひとかけらとて奪えるものじゃない。素晴らしい。じゃあこれでも君の心には支障ないかな。あのね、死柄木弔は志村奈々の孫だよ。君が嫌がることをずーっと考えてた。嘘。事実さ、分かってるだろう。僕のやりそうなことだ。あれ、おかしいな、オールマイト。笑顔はどうした。人助けってのは命だけじゃない、心も助けてこそ真のヒーローだと私は思う。どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中笑ってるやつが一番強いからな。さんま、やはり楽しいな。ひとかけらでも奪えただろうか。少様のご家族、彼が、私は、なんということを。負けないで、オールマイト、お願い、助けて。そんな、嫌です、オールマイト。あ
あんたなら勝てる。だろ。姿は変わってもオールマイトはオールマイト。いつだって何とかしてきてくれたじゃんか。オールマイト、頑張れ。負けるな、オールマイト。頑張れ。勝てよ、オールマイト。お嬢さん。もちろんさ。ああ、多いよ。ヒーローは守るものが多いんだよ。オールフォーワン。だから負けないんだよ。限界だって感じたら思い出す。ナンストーン。何のために拳を握るのか。何のために。オリジンってやつだ。そいつがお前を限界の少し先まで連れてってくれる。ならおか、みんなが笑って暮らせる世の中にした。そのためには象徴が必要。飛ばせ。気にしてさ。飛ばせ。ラブラジムはいいか。来ないのかな。茶番だな。消し飛ばす。覚悟はいいか。予想外。ここまでとは。あくのはいい。お披露だ。バカ。うん、いかせぞ。予想外。あくのはいいか。やるね。あくのはいいか。ダビー、オーラ。やるね。ダビー、ヒンナウ。やるね。さ、うん、いかせぞ。誤算だ。守る者のために。はぁ、やるね。みんな、どうだ。ここまでとは。みんな、いくい。さ、貴様の未来は私が砕く。Amazing! 先ほど手を合わせてようやく確信を得たよ、オールマイト。君の中にもうワン・フォー・オールはない。譲渡した後の残り火だ。もはや吹かずとも消えゆく弱々しい光。役目を全うするまで耐えぬよう必死で抗っているのか。何人もの人がその力を紡いできたんだよ。一つの希望となりますようにと。次はお前の番だ。頑張ろうな、トシノリ。平和の象徴は俺はしない。煩わしい。精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷いづく。譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまって、まるで制御できてないじゃないか。存分に悔いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。そうだよ、先生として私が叱らなきゃいかんのだよ。
は彼を育てるまでまだ死ねんのだ。なさい。そりゃ腰が入ってなかったからな。さらばだオールフォーワン。ユナイテッドステイアーツオブスマッシュ。うわ、さらばだワン・フォー・オール。最後の仕事だ。次は君だ。次は君だ。短く発信されたメッセージ、それは一見まだ見ぬ犯罪者への警鐘、平和の象徴の折れない姿。僕には真逆のメッセージ。私はもう出し切ってしまった。次は君だ。受け継がれたのは個性だけじゃない。ナンバーワンヒーローとしての揺るぎなき信念。ワンズ・ジャスティス。